こんにちは。そして私のチャンネルにようこそ。毎日、神の創造の美しさと不思議さを探求しています。皆さんは、ビーバーの行動を見たことがありますか？ビーバーは、その優れた技術で知られ、複雑なダムや小屋を作り、彼らの住む風景を一変させます。しかし、ビーバーの魅力は、その素晴らしい建築技術だけではありません。ビーバーは勤勉で、共通の目標を達成するために協力する能力でも知られています。ビーバーは家族集団で生活し、互いに依存し合って生きていく社会的な生き物なのです。そして、クリスチャンとして、私たちは彼らの模範から多くを学ぶことができます。箴言の第6章6節にはこう書かれています。アリのところに行け、怠け者よ、アリの道を考えて賢くなれ。この詩はアリについて書かれていますが、ビーバーにも同じように当てはまります。ビーバーは自分の家を建て、家族を養うためにたゆまぬ努力を続けている動物です。困難に直面しても諦めず、最後までやり遂げる。そしてビーバーのように私たちクリスチャンも信仰のために努力し、忍耐するよう求められているのです。コロサイの信徒への手紙の3章23節にはこう書かれています。何をするにしても人間の主人のためではなく、主のために働くものとして心を尽くしてそれに取り組みなさい。ビーバーは家族のために働きますが、クリスチャンである私たちは主のために働きます。そしてビーバーが自分たちの目的のために献身するように、私たちも心を込めて神様に仕えることを心がけたいものです。そして最後に、私たちはビーバーが環境を変えていく様子に学ぶことができます。ビーバーは自分自身や他の生き物のために生息地を作り、生態系全体に利益をもたらすような方法で生息しています。ビーバーは小さいけれども大きな影響力を持っているのです。創世記の1章26節にはこう書かれています。そこで神は言われた。海の魚や空の鳥、家畜やすべての野生動物、地面を移動するすべての生き物を支配するために、私たちの姿に似せて人間を作ろう。私たち人間には地球とそこに住むすべての生き物を世話する責任が与えられています。そしてビーバーのように私たちの周りの世界に良い影響を与えることができるのです。ビーバーのように一生懸命働き、信念を貫き、周囲に良い影響を与えようではありませんか。このビデオを楽しみ、何か新しいことを学んでいただけたら幸いです。神の創造の美しさと素晴らしさについて、より多くのコンテンツをお届けするために、いいねと購読をお忘れなくお願いします。ビーバーについてどんな教訓を得ることができるか、どの動物について話してほしいか、下のコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。